さあ、で始まりました。アマチュアチャンネル。さあ、平田誠也、皆さんこんにちは。早稲田音楽塾代表の平です。よろしくお願いします。はい。森田先生。うん。俺はね、猛烈に今感動している。ああ、なんかあったな、それ。俺にとっては、二人目の息子。うん。昨年の和子に引き続き。はい。和夫ですよ、今年は。なるほど。もう、なんとしてもね、和夫にはね、早稲田に受かってほしい。おお、なるほど。うん。早稲田だけじゃない。慶応も駆逐してほしい。おお、駆逐って言い方は変だけど、うん、まあまあまあ。もうね、本当にね、俺にとっては二人目の子だと思ってね、力になってあげたいなと、思ってるんですよ。はい。でね、今回のね、和夫のデータ見てて、やっぱ僕ね、皆さんにも伝わることがあると思うんですけど、はい、このぐらいの数字を出す浪人生は、うん、かなり高い確率で受かる。あ、そうなんですね。っていう、いろんなことが言えるものが彼の結果には凝縮されてるから、はい、本当にいろんな人にね、参考になるんで、ぜひ、早慶目指される方、必ず今回最後まで見ていってください。うん、はい、いきますよ。まず、こちら、和夫くんの早稲田法学部のデータになるんですけれども、まあ、祖典がね、法学部は非公開なんですが、ずっと数字僕追っかけてきてるんで、おおむねどんなもんかっていうのはわかります。早稲法はね、150点満点ってこともあって、早稲田教育学部と計算方式は近いんですよ。うん。うん。77、8点、80点ぐらいのところ、標準点になってるかなという印象なんですよね。で、今回平均点の合計が 84.0824 なんですけれども、まあこういうね、細かすぎる数字になる理由っていうのは、これはもう本編でもおっしゃってたように、数学が早稲法は共通テストです。うん。うん、共通テストの数字200点満点をかける 0.2 倍して40点満点に換算するって感じですね。で、その40点満点に換算された数字と A 国の点数、素点がありますよね。それら3つで成績標準化がなされて最終的な数値になるって感じなんですね。で、今回40点満点で換算すると数学の得点データはおおむね平均点は 30.8614 だと思っていいと思いますね。うん。うん、単純にね、0.2 掛けしてね、この数字をね。で、まあ、和夫くんの今回の数字見ると、まあ、標準化後の点数が 21.868 で、ちょっとま、数字を鑑みるに、彼、数学ちょっとしくったって言ってたじゃないですか、うん。しくじりがしっかり出ちゃってるよねって感じですね、ここで見るとね。うんで、まあ、法学部に関しては、むしろ英語なんかはすごくいい戦いをしてるんですよ。で、英語はむしろこれ以上はいらないぐらい。うんうん、一方でね、法学部って、まあ、昔からそうなんだけど、英語が60点満点あるから、ここで差がつくと思われがちなんだけれども、でも、英語ってこんなもんでいいんすよ。本当に。うん。6割あるかないかぐらい取れたら、まあ平均点の具合にもよるけれども、まあいいんすよ。うん。だけどね、昔からね、結構国語で差がつく印象あるんですよ、見てると。うん。受かる人ってね、国語しっかりね、7割ぐらい取ってくるんですね。うん。もう昔からの戦術なんだけど、古文漢文でしっかりと高得点、もうなんなら満点近いぐらいの点数出して、で、現代文の片方で7割ぐらいで、最後の4番で守るっていう、もう勝ち方があるんですよ。で、ここでしっかり定石通りの戦い方するんですよ。で、50点満点、35点ぐらいのところに収まるみたいな、そういう勝ち方するんですよ。で、今年和夫くんがどれくらい国語を高められるか、ここが結構俺は鍵になってくるんじゃないかなと思ってるんですよ。で、あと数学に関してはもちろん頑張れって感じなんだけど、数学の成績が彼がどんなもんなのかってところはあるんですけど、ただ、小学部の数字見てたりとか、社学も若干と失敗してるかなぐらいではあるんだけど、多分彼数学の力はまあまああるんじゃないかなと思うから、うん、まあ今年結構伸びそうな予感は感じるんですよね。うんうんうん、で、ここでね、今浪人生の方、今から僕が言うことに、そうですね。まあ、一つでも当てはまれば、かなり合格の確率は高い。50% 以上あると思ってください。うん、まず、第一に、昨年の自分の得点が各科目平均点以上あるか。うん、第二に、合格最低素点まで、はいはい、あと1割程度以内か。そして、三つ目、マーチラインで2つ以上一般入試で合格してるか。この中のどれか1個にでも自分が当てはまってたら、あなたかなり 50% ぐらいの確率で合格すると思っていいです。まあ、ここに甘んじないでね、頑張るってことがもちろん大事なんだけど、このね、3つの条項っていうのは、僕がもう長年ね、うちで生徒見てきてる中で、浪人生で、数値で出てるんです。うん。入ってきた時の、共通テストだったりとか、こう合格の結果とかの数値を受講生カルテに全部収めてるのね。で、こういった子が受かった、こういった子は落ちた、ある程度分かるようにしてるんですよ。で、今僕が申し上げた3つの条項っていうのは、50-50 以上の戦いを自分ができるかどうかを見る品定めになると思ってください。なるほど。うん。続きまして、最も注目してみたい早稲田商学部ですが、数学受験の方、まあまあ増えてくると思われるので、しっかりこれね、いい数字だと思って見ておいてほしいんですけれども、こちらも素点は公開されておりません。
で、数学選択の方は合格最低点が109点なんですけれども、平均点の合計がね、66.61。毎年そうだけど、数学が60点満点の中で10点もないような年ってたまにあるんですよね。ほんとね、早稲省の数学は、もう文系数学の最高峰レベルです。ここでね、彼が 107.03 で、もう約2点で合格だったっていうところなんですけれども、もう数学取れすぎ。で、英語が80点満点で、標準化後 34.897 なんですけど、ただね、小学部の英語の標準化ってね、昨年まで見てるとわかるんですけど、実はね、英語ってあんまり点数下がんないんですよ。むしろね、ほぼ変わんないか、ちょっと4、5点ぐらい上げてくれたりするんですよ。で、国語と選択科目で、社会科の場合ですけど、がっつり下がっていく形になりやすいんですよ。って考えると、まあ、今回、彼は、おそらく、国語は32、3、4点ぐらいあったかもしれないな、という気もするんですよね。まあ、平均点が国語低いから、ちょっと一概には言えないんですけど、例年と比べるとね。国語もね、あともう2、3点でも取れてたらよかったんじゃないのぐらいではあるんですよね。英語なんですよね、やっぱね。彼、英語の点数、30点あるかないかぐらいだったかもしれないね、争点で言うとね。まあ、ちょうど平均ぐらい。だったかもしれないってことを考えると、やっぱま、前回の横山くんの話にもなるんだけどさ、早稲省のためだけの英語講座作ってさ、5000万ぐらい儲けてやろうぜ。2000人買ってくれたら1億だよ。でもね、マジでその価値があるぐらいやっぱ早稲省英語だよね。ほんとね。やっぱりできないんですね。で、やったことできないというか、差がつくんだなっていうのはよくわかると。この差の正体はマジで気になるから、俺ほんとにね、森哲くんとかさ、あと他にもさ、比枝先生とかさ、俺の大好きな森谷先生とかさ、ほんとにプロフェッショナル誘って一個の講座作ってみたいな。さあ、続きまして、早稲田社学に行きたいと思います。早稲田社学ね、数学選択の方、これも面白いデータです。数学選択の方は、日本史や世界史とかとの数値も鑑みたときに、今年はほぼ標準化はなかったと思っていいです。まあ、って考えたときにね、彼、ちょうど平均点ぐらいの数字なんですよ。だから40点満点で、もうあと、小問1個とかでもいいから4、5点取って28超えたかったな。7割超えたかった。あとね、もっとお尻ペンペンなのは、国語ですね。やられすぎ。いいですか？社学受ける方。ちょっとね、来年スタイルが変わるから、過去問演習の指標だと思ってほしいんですけど、平均点が25、6点を超えてきたら、×5 以内は必須。絶対。30オーバー取らないと受かんないから。意外と早稲田社学はね、国語が鍵っていう見方もできるんで。で、平均点が21、2点ぐらいの時であれば、×6 とかまで OK。×5 と×6 はまるで世界が変わります。で、今回は 25.9 っていうことなんで、×5 以内で絶対死守したかったとこ、で30オーバーにしたかったなってとこなんだけど、やっちゃったなというところ。で、英語は前回横山くんのところでも僕話したんだけど、もう3点で30点欲しかったね。だから国語と英語で3点と9点で12、3点ぐらいトンって上がるわけじゃないですか。ってなったら数学が平均点とかだとしても、国語と英語で合格つかみに行くこともできたんですよね。いや、これは俺ね、勝ち試合だったと思うよ。なるほど。本当に。国語絶対持ってできたもん。そう。こんなところかな。はい。まあ、古文漢文が苦手なんで。ああ、そうなんだね。圧倒的にできない。古漢だけ。なんでね、そこをなんとかしないといけないと思います。でもなんか受かりそうな感じするね。早稲法も共通テストの数学でしくじってしまったって、はい。しくじったっていう言い方をするっていうのは、普段だったらもっと取れてたっていう人の言い方だから、きっともっとできたんだろうなってとこだろうし、で、実際、小学部はすごく惜しかったし、で、社学も本当にあとちょっとしたことなのよ。あのね、ほんと彼はあとちょっとしたことの積み重ねで合格をどこかしら掴めていたから、だからね、すごくもったいなかったよ、今年は。勝ち戦だったと思ってるから、だからまあ、来年こそはね、絶対勝ってほしいなと思います。はい、わかりました。可能性としては、高いと。うん、かなり高い。じゃあ、期待ということで。いや、俺もちょっとね、去年さ、あんまり塾生以外の子の面倒とか見ないんだけど、でも、和子とかワクワクさせられる子はやっぱりつい見ちゃうわけですよ。なるほどね。和子もすごく態度もいいしさ、で、なんかすごく能力もあるし、なんかできることしてあげたいなっていう感じはしますね。なるほど。じゃあ、今年はね、横山もちゃんと受からせて、ミネにも受かってほしいんですけど。ミネ君って今、どこ志望だっけ？早稲田志望。早稲田志望。あ、そうなんだ。国際教養志望ですね。あ、そうなんだ。頑張ってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回は、キカさんに分析していただきました。拍手ありがとうございました。Thank you for watching. Thank you for my ching.